おう。はい。なんだ？へえ。チャリに乗るのも久しぶりだな。そいつはただのチャリじゃないぜ。缶拾い用にカスタマイズした代物なんだ。三輪だからこける心配もないしな。まあチャリに乗るのが久しぶりなんだったら、ちょっとその辺こいで鳴らしてみな。ちなみにそいつは後ろにこぐとバックもできるんだ。結構便利なんだぜ。よしよし、大丈夫そうだな。じゃあその辺一周して缶拾ってこい。ここの川沿いは結構空き缶が落ちてるスポットなんだ。まずはまっすぐチャリこいで探してみな。ねえ、分かったよ。ん？落ちてる落ちてる。なんだ。全力でこぐって気持ちいいな。ただ勢い余って壁に激突しないように気をつけねえとな。お、あそこにも缶があるな。なんだあいつらは。おいおい、あいつらも缶拾うのかよ。缶拾いにもライバルがいんのか。ま、そのくらいの方が張り合いがあっていいな。一周したし、ぼちぼち缶さんのとこに帰るか。チャーリーには慣れたか。ああ、だが缶は他の奴らに拾われちまったな。まあそんなもんよ。偉人町は特に空き缶集めに情熱を注いでいるホームレスが多いからな。ちんたらしてたらいつまでたっても拾えねえぜ。弱肉強食なんだな、ホームレスの世界もよ。アドバイスをするとしたら、他の奴らに狙われた時はさっさと逃げろ。それか全速力で突進して逆に缶を奪い取るかだな。逆に奪い取るか。なるほどな。てなわけで次が本番だぞ。たくさん集めて時間内にここに戻ってこい。決めた時間1秒でも過ぎたらまともな報酬は出ねえと考えておけ。俺は短期だからな。時間内にこの駐車場の前に戻ってくればいいんだな。わかったよ。拾った缶が多いほどバックも大きいが、欲を張って時間が過ぎちまうとアウツだからな。アウツなのか。じゃあ頑張ってくれ。さて、お掃除の時間だ。うひょー。
さ。ざっとこんなもんよ。これは新記録じゃねえか。よっしゃ、お掃除完了だ。お疲れさん。換金するならエコポイントと金を引き換えるぞ。エコポイント？缶拾いの報酬は直接金を渡すんじゃなくてエコポイントっつポイントとして与えてるんだよ。エコポイントは換金することもできるし、食料やガラクタと交換することもできる。ずいぶん文化的なシステムだな。直接金を渡すといろいろ面倒なこともあんだ。回収業者のレートは年中変わるし、金より物が欲しいってやつも多いしな。ポイント制にすることで統率取れてんだ。このエコポイントが俺らの通貨と言っても過言じゃねえ。ほう、じゃあとりあえず換金してくれ。おお、結構集めたじゃねえか。仕入りにしちゃセンスあるな。んじゃ俺のレクチャー代を差し引いて、ほらよ。違わないぜ。あとエコポイントは換金するより物と引き換えた方が得なんだ。覚えときな。へいへい。俺んちはここの駐車場だ。生かしてんだろう。缶集めやエコポイントの取引をしたいときは会いに来い。チャリならいつでも貸してやるぜ。わかったぜ、母さん。また来るよ。Thank you.